はい、皆さんごきげんよう。ドクター完熟篠崎四丁目校西小岩校の小株と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、この動画ではですね、2022年7月10日の日曜日に実施をされました7月 V 模擬ですね、進学研究会さんがやっております7月 V 模擬の数学の四角一番、これの演習解説をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、完熟のね、内部生の皆様にはもう口酸っぱく言っているんですが、数学の四角一番でね、入試の合否を左右してまいります。これね、本当に嘘じゃなくて本当の話です。ここはね、やっぱり満点をしっかり取っていかないとまずい部分なので、皆さんね、しっかりこの動画を活用して、演習解説を行ってください。で、今ね、画面に3問括弧1から括弧3までね、問題を掲示しておりますので、この動画の再生ボタンを1回止めていただいて、皆さん問題をノートにね、やってみてください。で、その後ね、解説をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ごめんなさい、1箇所訂正があります。ここね、マイナス3でした。失礼、ここね、マイナス3に修正をしてください。問題打ち間違えてしまいましたね、ごめんなさい。マイナス 3×マイナス 11 の訂正でございます。ではね、3問まずはやってみてください。スタートいたします。はい、皆さん解き終わった頃かと思いますので、じゃあね、この3つから解説を始めていきたいと思います。はい、このカッコ1ね、ごめんなさいね、さっきちょっと問題み、印刷をミスしていたんですが、これもう一回書くと、マイナス 3×マイナス11ね。はい。で、マイナス×マイナスの計算なので、符号を先に決めてやりましょう。プラスになりますよね。プラスになります。で、3×11 ですから33が答えとなります。はい、これが1番ですね。で、2番いきます。 6×-1/2 括弧閉じマイナス括弧-3/2。ちょっとこの辺がね、複雑だよね。この辺でミスをしやすくなるので気をつけてください。まず 6×-1/2 やっちゃおうか。イコール書いてプラスかけるマイナスだからマイナスになるよね。で、2と6でね、約分してこれ2で割って1、2で割って3なので、3×1 でこう3が残るね、マイナス3という結果になります、こっち側ね。で、マイナスそのまま置いといて、ここのマイナス3の2乗、これはマイナス3を2回かけたものと同じなので、これプラス9になりますね、ここの部分ね、この部分プラス9。なんでプラス9とこうやってね、書いてあげましょう。そうすると、マイナス3、ここマイナスとプラスだからマイナスになって9になって、答えはこれはマイナス12と。いう答えになります。これ括弧2番ですね。3番はこれはもうね、素直に分配していきましょうね。こうやってね、このマイナス1もね、こうやって分配していきます。すると下に書いていきます。32が 6A、 3×-b ですから -3b、 -5a ですね。で、ここは最後気をつけてね、マイナスとマイナスだから符号プラスになります。で、 3b ですね。はい、これ計算すると 6a-5a ですからA が残ります。 -3b+3b ですからこれ0ですね。なので A が答えとなります。はい、ここまで皆さん全問正解大丈夫でしょうか。じゃあね、次の括弧4から括弧6の問題を掲示をさせていただきます。ちょっとね、映ってるかを確認しますね。映ってるかな、大丈夫ですね。はい、じゃあ皆さん、この3問をまずは動画を止めてノートにやってみてください。スタートいたします。はい、ではね、終わった頃かと思いますので、これも解いていきますよ。はい、括弧4番ね、文字式、複雑な文字式の割り算ですね。割り算なので分数にしていきたいんだけど、まず符号を考えようか。こっちプラスで、こっちマイナスの数なので、プラス割るマイナスはマイナスに確定しますね。で、分数なので 4AB3 乗分の上、こっちね、分子ね、 24A2乗B3乗と、こういうふうにできるわけですね。で、これね、もうゴリゴリ約分をしていきましょうね。まず B3 乗同士はこれ消えますね。で、A と A2 乗ですから A が消えて2乗が1個消えるね。ここ A だけ残ってるよね。で、4で割って1、4で割って6なので、これ残るのはマイナス、数字は6、文字は A ということになります。よってこれマイナス 6A が答えですね。大丈夫ですかね。
はい、1次方程式いきますよ。この辺はね、間違っちゃいけない問題ですからね。はい、左辺に文字、右辺に数字を集めましょう。まず x そのまま置きます。 5x を移項するので -5x、 9はそのまま置いといて -11 を移項するのでプラス11になるよね。はい、 x-5x ですから -4x イコール 9+11 は20ですね。で、これ x イコールに直すと -5 というふうに出るわけですね。で、確かめ算やりましょうね。確かめ算とどうするかっていうと、出た答えをこいつらに元に代入してやればいいんですね。代入するとどうなるかっていうと、こう -5 だから -5-11 っていうのが左辺になります。右辺は 5×-5 だから -25 だね。で、プラス9と。はい、ここでイコールが成り立つかなっていう話なんですが、こっち -16 で、こっちも計算すると -16 だよね。だからイコール成り立つから、この答えは OK ですということになります。ここまでやってね、5点死守しましょうね。5点ねをゲットしましょうということです。はい、連立方程式いきます。これね、文字が揃ってないので上を2倍してやろうか。1をかける2倍してあげましょう。こっちに書くか、ここに書くね。2倍すると 2x マイナス、これも2倍だから 4y イコール7に14ですね。で、下はそのまま書きます。イコール0と。そうすると 2x2x が揃ってるから、これ引き算してやれば x 消えるよね。-4y-3y、 不安な人はこう書いてね、ちゃんとこうやって書いてミスをしないようにしましょう。-7y イコール 14-0 だから14だね。はい、 y は -2 と出ます。これが答えね。で、どっちでもいいんですが、どっちにしようかな。なんかちょっとマイナスのこれがあるからこっちに代入しようか。はい、下の式に代入します。すると 2x3×-2 だから -6 になるよね。イコール0。 2x が -6、 こっち移行して6。はい、 x は3ということになります。で、この出た答えを上の式にね、こっちに代入して確かめ算することもできますよ。やってみましょうか。 x3 だから3-2 かける y が -2 だったね。はい、これ計算すると3、ここ -2 かける -2 でプラス4になるから、これ7になって OK だよねっていう話です。この2つは合ってますよっていう答えですね。はい、これで連立方程式までが終わりです。次ね、カッコ7を掲示させていただきます。カッコ7の問題ですね。あのね、この辺からね、正解率がポロポロポロっとね、下がってくるので、これ1次関数の問題苦手な人はね、よーくしっかりこれね、理解しておいてください。じゃあまずね、停止をして問題を解いてみてください。スタートします。できましたでしょうかね。はい、ではね、やっていきますよ。まずね、1次関数っていうのはこれ直線の式なんです。直線ね、なんかこうやって x 軸 y 軸があると、こんなやつとかこんなやつ、直線の式なんです。で、これが大事で、 y イコール ax プラス b っていう形に必ずなります。1次関数ときたらもうこれなんですね。で、 a って何かっていうと、 a は傾きまたは変化の割合と言われるものですね。求め方は x の増加量分の y の増加量で求まりますが、今回はこれは使いません。ただね、これからの V 模擬とかね、都立入試とかではこのね、知識必ず使っていきますので、しっかりと覚えておいてください。これ大事ですね。で、 b っていうのが、これが b がこれが切片、まあ、y 切片って言ったりしますけどね、これ切片なんです。でね、この問題ね、切片が -5 でって言ってるから、もう b-5 に決まり。はい、これ終了です。つまり y イコール ax、 ここが -5 になるから -5 と表せるんです、この式はね。で、 b が切片って知らなかった人はこれはダメです。しっかり覚えておいてくださいね、この場でね。はい、で、こう表せて、なおかつ点 2,1 を通りますよって言ってるよね。点 2,1 を通るってことは、これどういうことかっていうと、 x が2の時 y が1ですよって言ってるようなもんなんです。このね、座標の
表し方ってこっちが x でこっちがその時の y っていう表し方なので、 x が2の時に y が1ですよ。なのでこれに x イコール2 y イコール1を代入してやれば a が出そうだねって話なんですね。はい、入れますね。 y1 イコールこれ x2 ですから、これ 2a マイナス5というふうに式ができます。で 2a イコールマイナス5をこっちに持ってきてやろうか、プラス5になるよね。で逆にして 2a イコール6にして、はい、 a は3と出てくるわけです。なので a が3で b がマイナス5って答えなんですが、まあ、このね1次関数直線の式っていうのは最終的に y イコール 3x マイナス5と分かるわけですね。でちゃんと2、1を通ってるか確かめてみようか。 x に2入れると y イコール3、2が6引く5でちゃんと1になるよね、ここね。はい、だからこの点を通ってるってことになります。はい、これがねカッコ7番でした。大丈夫ですかね。この辺になってくると正解率ね下がってくるので、皆さんね差がつくのでねしっかりできるようにしてください。はい、次8番ですね。確率の問題でございます。サイコロ2つ投げる問題ですね。すごく定番問題です。サイコロ2つ投げる問題はとあるね図を書けば全部できるので、皆さんねまずはやってみてください。ではスタートいたします。はい、できましたでしょうかね。じゃあねちょっとねこれ問題読んでからやっていきましょうね。1から6までの目が出る大小2つずつのサイコロを同時に1回投げると、まあ、2つポロンと投げるわけですね。大きいサイコロの出た目を A、 小さいサイコロの出た目を B とするときに A-B が3以上、3も含みますからね、これね。これポイントはこれは3以上なんですが、3も含むということがポイントです。まあ、イコールが入ってるからね、ここにね3も含みますよってこととなる確率を求めろという問題です。でこういう問題はねもう2つのサイコロの問題、2つのこっちに書くか、2つのサイコロの確率の問題は1,2,3,4,5,6 横6本線に縦も 1,2,3,4,5,6 本線を引いて、こうやってね目の数を入れてってください。6までね、こうね3,4,5,6と入れていきましょう。で大きな目こっちをね A としましょうか。で横こっちをね B とします。その時に A-B が3以上になるところを、まあ、狙っていけばいいわけなんですね。なのでここのマス目に A-B の数字を書いていけばいいわけなんです。ここのマスって A が1、B が1だから 1-1 でこれ0だよね。ここのマスは 1-2 だから -1、ここのマスは 1-3 だから -2 っていう風にどんどん書いていけばいいわけなんです。ここは 2-1 だから1だよね。 2-2 だから0、 2-3 だから -1、-2、-3、-4 ってなっていくはずですね。ここ 3-1 が2、 3-2 が1、3-3 は0、-1、-2、-3 と、4-1 は3、初めてここで3が出たね。これ合ってるよね、これ合ってます。丸つけとき、あ、ここダメね、ここダメ、ちょっと丸をつけちゃったんですが、ここダメですね。ここ合ってます、OK です。で、4-2 は2、4-3 は1、4-4 は0、4-5 は -1 と -2 っていうふうになります。5-1 は4だから、これも3以上だよね、これ満たすよね。5-2 が3だから、これも OK。5-3 は2だからこれダメだね。1,0,-1 と、 6-1 は5、これ満たします。 6-2 は4だからこれも満たします。 6-3 は3だからこれも満たすよね、3以上だよね。で 6-4 2だからこれはダメ。 6-5 は1で 6-6 は0と、こういう風になります。で全部でマス目が縦6個横6個の 6×6 マス、36マスあります。確率36分のこの丸がついたところね、 1,2,3,4,5,6 個ね、6と約分すると6分の1というふうになります。これが答えでございます。サイコロ2つの問題はこういうね横6本縦6本の線をグラフを書いて調べていってあげれば絶対にできるよという問題でございます。はい、じゃあいよいよ最終問題ね。
7月、6月、7月の部位模擬は作図問題が出ないんですが、次回の8月部位模擬からはね、作図問題が出てまいります。じゃあ、このカッコ9のね、回転の体積の問題ですね。回転体の体積の問題。まずは皆さんやってみてください。スタートします。はい、できましたでしょうかね。じゃあ、最後の問題ね、解説をしていきたいと思います。まず問題読もうか。図の長方形 ABCD を線直線 AB ね、こいつね、ここを軸として1回転させてできる。つまりこういう風に回すわけですね。カーッとその時にできる立体の体積を求めろと。でこういう問題はね、どうするかっていうとね、もう1個ね、こっち側に同じ長方形つけてやるとね、分かりやすくなります。こんな感じ。ちょっとごめんね全然長さ違いますね。ちょっとひどいね、これはね。こうしとこうか。ここなし、なしということで。で、ぐるっとこう回すわけですから、こうやってこう、なんか円ができるね、こうやって。上下にね。ひどい図ですね、これね。この短すぎたね。そうすると、これ、何ができたかっていうと、ちょっとね、ちっちゃめに書いてみると、これね、円柱なんですね。円柱が出来上がりました。ひどい図ですねこれも。ごめんなさいね、ちょっとね。で、高さが2、底面の半径がこれが4センチだよね。ここがね、4センチの円柱ですねが出来上がりますよ。これさえ分かればもう体積はめちゃくちゃ簡単です。円柱の体積どうやって求めるんだっけ。これは底面積、突き出てないね、底面積かける高さと、これで求まるよということなので、底面積はこれ半径が4の円ですから、4かける半径かける半径かける、一応書いておくね、半径かける半径かける円周率 π ですね。これが、底面の底面積です。これですね。で、高さがこれ2だよね。だから2をかけると、これで終わり。四四十六かける二だから32π かな。で、単位がセンチメートルだからこれ立方センチメートル。はい、終了でございます。大丈夫ですかね。ちなみに似たようなもので円錐の体積ってどうやってやったかっていうと、これもよく出るから覚えておいてね。円錐ってこういう とんがりコーンみたいな感じね。こんなやつ、こんなやつね。で、底面の半径があって、高さがこういうふうにあると。で、これはどういうふうに求めたかっていうと、これも底面積かける高さまでは一緒なんですが、水位がつくものはかける3分の1が必ず必要になります。最後ね、これを忘れないようにしてください。こいつね、今これはね、関係ない問題なんですが、ちょっとね、円錐も出る場合があるのでね、しっかり一緒に合わせて覚えていただければと思います。はい、ではね、これをもちまして、2022年の7月10日に行われた V 模擬の数学資格1番の演習解説を終わりにしたいと思います。皆さん最後までね、頑張っていただきましてありがとうございました。またね、最近グルメの動画とかね、バイクの動画しか上げてないんですが、塾がね、専門のプロなので、勉強の動画をね、こういう風に上げていきたいと思います。どうぞね、皆さんお付き合いいただければと思います。ではね、失礼いたします。ありがとうございました。